家族、八景は、日本の小説家、筒谷隆の SF 小説。また、それを原作とした漫画、およびテレビドラマ。1970年から1971年に、かけて、小説新潮、別冊小説新潮に掲載された一話完結の8編の短編小説からなる。それぞれの短編のタイトルは、無風地帯、檻の呪縛、青春参加、水蜜桃、 グレンボ札、芝札緑、日曜画家、ボーボ活動。後に続編として執筆された、七瀬再び、エディプスの恋人を合わせた、七瀬シリーズ、七瀬三部作の一つ。第67回、直木賞候補作。筒井にとっても三度目にして、最後の直木賞候補だった。芝良太郎が、朝日新聞記者に本命することを示唆し、 下馬票が高いことから筒井も期待していたが落選、井上久志と綱淵健常が受賞した。18歳の家電七瀬は人の心を読めてしまう精神観応能力者の女性である。高校卒業後、住み込みのお手伝いとなり様々な家庭を転々とする。家族それぞれの内面を読んでしまうことで、行く先々の家庭に亀裂や事件を起こしてしまう。女性として、 肉体的成熟を迎えて、性的な関心を向けられるようになり、20歳を迎える、最終話でお手伝いをやめることを決意する。1977年、天才、バカボンの連載を終えた、赤塚不二夫に原作付きの作品を描かせるという、企画の一環で、ハウスジャックナナちゃんのタイトルで漫画化された。 週刊少年マガジン12月11日号から12月25日号にかけての連載で檻の呪縛、日曜画家、防護活動を原作とした全サインは作品にはバカボンのバカボンのパパが御用聞き役で登場している他に牛二郎の剣士剣作遠藤修作のおバカさんを漫画化していた山崎さやかが七瀬再びをコミカライズした 7世代4巻巻末に、アナザーエピソード、死を待つ、家のタイトルで、家族八景の一部エピソードも番外編として、漫画化した。2007年から2008年にかけて、清原夏野の作画により、角川書店、コミックチャージ史上で、全8話が漫画化された。単行本は、チャージコミックスから、上下巻の全2巻が出た。1979年2月25日に、 tbs 系列の東芝日曜劇場にて芝生は緑のタイトルで放送された七世シリーズの初映像作品で七世役は滝川博美が演じた滝川によるとシャワーを浴びると人の心が読めるという設定でコメディ調のドラマだったという NHK の少年ドラマシリーズで放送されたシリーズ続編七世再びで滝川は 七瀬役を演じており、東芝日曜劇場の話があった際、滝川の七瀬を気に入った原作者の筒井が推薦したことで再び七瀬を演じることになったという。少年ドラマシリーズ版、七瀬再びは、東芝日曜劇場よりも後の放送だったが、実際には先に制作されたものである。キャストスタッフ1986年1月30日に、 フジテレビ系列の木曜ドラマストリート枠にて、家族八景18歳の家政婦は見た。すべての秘密は今暴かれるのタイトルで放送され、七瀬役は、堀ちえみが演じた。キャストスタッフ2012年1月より、毎日放送制作、TBS 系列の深夜ドラマ枠にて、家族八景七瀬、テレパシーガールズバラードのタイトルで放送された。木波春は、 本作が連続ドラマ初主演となる。七瀬が心の声を読むシーンでは、七瀬には勤務先の家の人々の心の声がただ聞こえるだけでなく、第1話では裸になっているなど毎回何だかの奇妙な姿に変わって見え、その人の本心がより具体的に現れる演出となっている。事前番宣番組、異色の新ドラマ、家族八景七瀬、テレパシーガールズバラードナビ。 家政婦の家電は、ミタスピーの中で、筒美幸彦が自信なりの解釈をしたポイントとして語っている。心を読まれた人の内面の声は木波が担当する。七瀬の年齢はこのドラマでは20歳に設定されている。他の登場人物にも原作と異なる年齢設定がある。第七話、死と欲は原作にはないエピソードとして追加されている。 また各エピソードの順序も原作とは異なっており、原作最終話は傍ぼ活動であったが、ドラマ版では芝生は緑となっている。2012年2月10日、16日、23日の3回に、わたってニコニコ生放送で、家族発見プレゼンツ、七瀬の夜がたりと題したトーク番組が配信され、木の遥とゲストが出演して、 撮影の裏話などを語った。ゲストは佐藤二郎、大月敏道、堤幸彦。メイキングを収録した映像特典付きのブルーレイと DVD が期間限定版として2012年6月6日に発売。キャストスタッフ放送リストネット局1978年に NHK からテレビドラマ化の申し入れがあったが、ホームドラマとすることに、 筒井川が難色を示して断ったという。1985年にも、角川書店の角川映画で、原田智代主演により映画化する企画があったが、文庫本の出版権を持つ新潮社が角川文庫でも出版することを認めなかったために、企画が流れている。これらに先立ち1977年にも、番組制作会社の CEAL から、 テレビドラマ化の打診があったというが、筒井は7世シリーズとしており、本作か他作品かは不明。ありがとうございます。